あらみさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay 最大1万円相当、くじを引いて必ずその場で当たるキャンペーンということで、今回は PayPay を現在使っている方向けのくじのキャンペーンがありましたので、そちらをお伝えさせていただきたいと思います。 ということで早速こちらですね。くじを引いて必ずその場で当たるということで、まず実施期間が8月の6日から8月の12日までとなっています。で、景品は PayPay ギフトカードの10円分から1万円分となっています。そして、ギフトカードの有効期限は8月の6日から9月の30日までということですね。それではもうですね、早速やり方の方に移っていきたいと思うんですけども、まずこちらの丸1番、規約に同意して参加するをタップして、丸2番、ここをスクラッチというところで、 で、指をこすります。丸3番。そして当たりが出まして、ここでですね、いくら当たったか、まあドキドキしながら、この次の画面に出てくる、PayPay のギフトカード番号というのが出てくるので、まずそれをコピーして、ここで PayPay のアプリを起動して、まあ場合によってはアプリのアップデートが必要な時もあるので、アップデートを先にしてください。で、ここで、チャージという項目をタップしていただいて、まあ下の方にあるギフトカードというところがあるので、そこをタップします。そして丸6番。 そして先ほどコピーしたギフトカード番号を入れて画面を進んでいただくと、結果はですね、なんと、じゃんということで10円でした <laughs>。いや、ドキドキしましたが残念でしたね。まあ、全然関係ないですけども、ワクワクペイペイも当たってないので、まあ、ペイペイに結構見放されてる気がしますね。 で注意点ななんでででですけけどもも1人1回までで重複しして参加ををたら無効にるる場合もあるのでお気を付けくださいそしてですね、なんとこの動画を作ってる最中に、なんとこちらの画面が表示されて、まあ現在このキャンペーンは対象期間外となっておりますと出ていたので、僕は一応できたんですけども、これを見ていただいている視聴者さんはこのくじはできましたでしょうかここまで期待させておいて大変申し訳ないんですけども、念のためですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ気になる方はチェックしてみてください。まあ僕は10円しか与えない ありませんでしたがぜひですねこの動画を見てる視聴者さんが当たることを祈っておきますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました